さあ目を覚ましてプリンセス。今日のお題はどうする？レインボールック。顔にギュッと押し付けたら OK。 お、成功したね。冠も忘れずに。美容のルーティーンは清潔さから。歯垢を取るにはもう一声必要。紫に色付けして汚れを落とそう。デンタルフロスで真っ白な歯になる。かゆい？なんでそんなにかゆいのかな。あー、皮膚科に行った方が良くない？土の中に答えがあるの？あ、じゃがいもか。大体のものは治せるって言うけど、これでお肌の問題がね。潰しちゃダメ。じゃがいもを信じて、でんぷんパワーでどうだ。ほら、肌が見違えた。もっと育てよう。余ったらフライドポテト。お肌を磨くもう一つの方法、それはチャームを貼り付ける。でも顔にばかり貼るってのもね。この道具があれば髪にもつけられるよ。髪の色と違う宝石をつけると色が綺麗になる。もちろん髪が虹色じゃなければ心配はいらない。切ったら究極のブレスレットにもなる。これだけ美容を頑張ったんだからコーヒー休憩といこう。あ、さっきのタブレットまだある？これか。歯のためならいろんな道具を使おう。安全に歯を一本ずつ。ああ、カメラが壊れた。あ、何の匂い？口の匂い？あんだけ磨いたのにって。あ、舌も磨かなきゃさ。って、何食べたらこうなるの？マウスウォッシュもしといてくれる？こういうスマホゲーム前なかったっけ。この足は絶対にお風呂に入れないとだね。いいね、ゼリー状になった。気持ちよさそうだ。そしたら足を入れてよくこすろう。日頃頑張ってる足にもご褒美だね。その眉毛もどうにかしたいね。あ、じゃあ違う方法を試そうか。大自然の力、アロエベラ。ブラシに塗って広げていく。いいじゃない。他の使い道は何かある？かわいそうな毛穴、黒ずんでるよ。鼻だけじゃないみたい。このグリーンのパックが汚れを浮かせる。ほら、あとは拭き取るだけ。なんかチョコミントアイスみたい。
この道具は電動でオイルを塗れる。まずは首から行こう。そしたら顔に、他に使える場所はあるかな。わあ、ラブレターにキスって、それはさすがにやばい。なあ、糸ようじね。そして落ちやすいリップ、唇の輪郭を塗るところからがスタートだ。狙いを定めて、はい、王子様、私を連れてって。なあ、おやつはアーモンドね。次はプリンにしとこうか。プリンしか勝たん。あ、マスカラが流れてるよ。これはアーモンドを炙れば解決。もともとはこういうススを使ってたんだ。で、歯はどうするの。これを刺せば金ピカになる。その唇もなんとかしたい。リップグロスの力を借りよう。あ、ビフォーアフターが全然違う。全部塗ったらどうなるか見てみよう。さすが、綺麗に輝くね。おや、マスカラがもうない。そんならつけまつげを使っちゃう。しかもスパンコール付き。まばたきしたって落ちない。おっと、布とかでガードした方が良かったかもね。でもとりあえずこのシミから落としたいところ。成分を入れて泡立てる。これで真っ白。あれ、この子のメイクも治ったね。どういう仕組みだろう。ファッショナブルな回でした。また次回。